こんんにちちは、ひろちゃんです。コメントでもみ殻マルチにしようと思ってホームセンターでもみ殻を購入したところもみ殻に虫が湧いていました「ノコギリヒラタムシ」というらしいですが駆除や対策方法を教えてほしいですということですけども米ぬかに私どもも米ぬかにちっちゃな虫がいますけど。 それがノコギリヒラタムシかどうかっていうのはちょっとわからないですけども、米ぬかにワクムシはだいたい太陽に当たるといなくなってしまうので、そんなに私は気にしてなかったですけど、このノコギリヒラタムシということの駆除はわかりません。ちょっと専門家の方に聞いていただいた方がいいかもしれませんね。ありがとうございました。2個